恐る恐る私はね夏色まつり先輩に声かけたんです、うん、はいはい、コラボしてくれるかな、返信来るかな、うん、って思いながら、うん、そしたらいいよってね言ってね、うん、言ってやるのどうのこうのって今日企画にね乗ってきてくれたんで、はい、いい子だね、ありがとうございます、嬉しいよコラボ誘ってくれるのね、はい、あの私まつりさんのことは尊敬してるんですよ実は実はね内緒、ここ、これ内緒だけど、そう、ね、ここだけの話、夏色まつりさんには内緒なんだけど、はいはいはい、あの人ってすごいこうよく考えてるし、はい、まあ、そんなことないけど、あの普通にアイドルとしてねやっぱり最前線で突っ走ってるしあれこれ考えてねやっぱり話もねおもろいというかなんか魅力がある人だなっていうのはずっと思ってたんですよ。でその魅力の根源は何なのかなと、まあ、もしかしたらコラボしていくうちに何か見つかるのではないかと、私の活動の中でプラスになるものが何か出てくるんじゃないかなって思ったりしてたんですけど、いや、 やっぱり今の一言がパッと出せるっていうのはやっぱすげえわ、すげえっすよ先輩マジで、あありがとう、埋まってますちょっと隠れてみた、あーちょっと隠れてみちゃったいやー、あらまあ恋愛の話をちょっと一個、うわみんな恋してんねー、やりたいと思います。今まで毎日 LINE でやり取りをしていたのに2ヶ月前から、返事が3日に1回という頻度になりつい先日電話であなたへの気持ちが分からなくなったと言われました。え、もう別れてるやん、いやおい、あー言ってやるなよ違う違う、え、だってさ、あなたの気持ちが分からなくなった、でも付き合ってましょうとはならんやん、やだえあなんでそうじゃん